ヤンバルアートフェスティバルは、アートを通じてヤンバルの魅力を世界へ発信しようと企画されたもので、今回で7回目です。大宜味村の旧塩屋小学校にはクラフト部門など20のブースが設置され、ヤンバルの木材を使用した器や琉球ガラスなど沖縄伝統の工芸品が並んでいます。他にも机をキャンバスに見立てたアートなど個性的な作品が並んでいて、訪れた人が興味深そうに見入っていました。ヤンバルアートフェスティバルは来月25日まで開催されています。